えー、今回のテーマは「高校選手権」ということで、はい、まあ私たち2人でお送りしていきましょうってことでよろしくお願いしますまず、あのー、大会テーマソングとか覚えてるテーマソングとかってかテーマソングがあったことを覚えてる歌は何かあったのは覚えてるよ、うん、うんけど誰が歌ったとかはうわ工事が覚えてる あの奥井かおりさんっていうのは覚えてて<ー>っていうのもあの抽選の時に、うん、あ抽選会でねそう来たような記憶があってあーすげえ奥井かおりだって思ったところはあるある結構記憶力強いのにね、うん、<laughs> あるんだけど <laughs> 歌は歌が分からない,いや俺も全然,全然分かんない全然覚えてないんだよねこれこう <laughs> <laughs> ああんとなく分かる <laughs> 分かるね分かるああこれ分かる分かる、ね、うんでもまあそうだよねこんな反応になっちゃうよね <laughs> こんな反応になるね <laughs> でまあもう最初にね、うん、皆さん聞きたいでしょうけど「雪の結晶」について振り返っていきたいと思うんですけども、うん、当日の心境とかってどうだったの いやまだ雪降ってなかったでしょそ<う>来た時にねそこなのねまず、うん、だからまあけど国立決勝で最後の試合だから、うん、まあ最後だって感じ <laughs> もう出し切るみたいな感じ、うん、勝てるとかって思ってた、ね、いや結構帝京めっちゃ強かったし、うん、晴れてるグラウンドでガチでやったら厳しいなとは思ってたね、うんまあ、こっちは完全に勝てると思ってたから そうでしょこの話結構するけどそうだよねそうでこの話はするんだよねすすするるる終わって鹿島入った時もそうだし2人でこうちょっと飲みながらとか話してる時も俺が絶対勝ってたっていうし晴れてたらねモっさんも絶対帝京が勝ってたそう雪が降ったからねそうっていうやり取りはねまあもとも さあ人がいいから、うん、そうやって言ってくれるのかもしれないけども本当に本当にねあの時ってさ監督からの指示とかって何かあったの、うん、まあとりあえず試合始まる前は、うん、提供のまあ基島とかオリブラが多いから、うん、まあその辺のケアはしっかりまあ蹴るやられるのは仕方ないなくらいな感じだったと思うの蹴、うん、る雪が降ってまあ本当中田浩二が前に蹴る精度の高いボール <laughs> でも点取られたんだけけど、うん、金杉のヘディングには気をつけろって言われてそれが一番危ないからって言われたのに、うん、それで点取られたから、うん、逆にそれであこれかっつって先生言ってたのこれかだから、うん、まあ大丈夫いけるいけるって逆になっただからもう指示通りの点の取られ方したし、うん、じゃまだ自分たちのや,やれるべきことであれば大丈夫だなっていうのは明確になったところはあったね。うん、こっちはもうイインターハイの、うん、あのあ 印象がすごい強くてそのインターハイも、まあ、最初東が2点ポポンって取って、うんでまあ、京都でめちゃくちゃ熱くて東の動きがちょっとパタッと止まってきたから、うん、そっから、まあ、うちの木島とか、うん、高島とか、うん、ドリブラーがすごい生きてきて、うん、逆転するとこまでいったじゃん32、うん、で。あれがだからその印象がすごい強くて、うん、だからもう対東。 まあセンターバックが千代田区の手島金子,金子、うん、あいつらドリブル弱いぞ弱かったね <laughs> <laughs> っていう印象がすごい強かったからこっちもそうこっちもそうだからもうスターメン決める時とかも児嶋、まあ、先生も結構もう俺に委ねてくれてたの、うん、スターメンもーだから先生も今回はこのメンバーでいきましょう普段だったら佐田富が出てたんだけど、うんうん 佐もちょっと外してで高島使いましょうドリブラーね、うん、って言ってたじゃんでもう完全に勝つつもりで行ったら <laughs> で会場ついてもさ <laughs> 雪降ってなかったじゃん、ねうん、でウォーミングアップするぐらいからなんかちょろっとこう降り出して,って,つってで雪パッてグラウンド見たらもう雪積もってたからかあっ ドリブ使ええね思ったよねその瞬間間違えたと思ってやべそしたらね田佐と富いた方が高さあるしって思ったけどもう遅いしさその時点でもうプランだからもう本当だからそのイメージがあってみんなももうその印象が強かったからインターハイも結局そっから。 退場者が出てコーナーでね金子がヘディングで合わせると思ったらももに当ててそれがいいコース行ってね池田ってやつがハンドしちゃって退場して PK 入れられて同点で1人少なくて逆転で負けたけど負けたんだけどやっぱそのイメージ強かったからめっっちゃ強かた俺完全に勝てると思ってそれがもう雪でも正直雪だからもう一点勝負だなと。 それもあったよそ,れも、ね、そうって思ってて先取れたからあこれ守れば勝てる、うん、と思ってたのうんやっぱその心理もよくなかったんね,ね結構早めに入ったしね1点 1> そう早めに入ったから、うん、でやっぱあの状況で絶対まともにサッカーできないだろうって思ってたからうんと思っててちょっとこうね後ろに引いたら、うん、東みんなうまいしうん 結果的に逆転されて負けるっていう感じだったかな雪、うん、が降んなかったら本当勝ってたからねきっとそっちがまあだからたられバだよな、ね、られねこっちもだから負けたんだよ、うん、負けたんだけどなんか若干消化不良的な負けた気がしない,いそうあるじゃんそうだねそういやもう負けて東も強かったし、うん、もう三冠おめでとう、うん <laughs> っていうのはすごいあるんだけど <laughs>、うん、いやいやでもまともな状況でやりたかったなっていうそう,だ、ね、そうで選手権自体もうインターハイでこう東に負けてそこからもう提供俺らはもう東しかもう意識してなかったからもう次選手権で東に勝つためにどうやっていくかっていうのをずっと考えながらやってたから。 最後これかでだって俺らもテイクやっぱ強いのみんな知ってたし、うん、だ決勝まで当たらないからまあ決勝提供だろうなってみんな思ってたし、うん、でも提供来たらやばいから、まあ、負けてほしいとは思わないけど提供来たらやべえなと思ってたけど、うん、最後あんな感じになってほんとにみんなの記憶には残ってるけどやってる本人たちはたまったもんじゃない。だよね。<laughs> ね。 ままああのだからね多分あれね多分雪の決勝ってみんな多分すごいいい思い出でいてくれてると思うんだけど試合内容覚えてる人いないと思うんあんまりね寒いとかかわいそうとかそっちだよねまず選手権こう振り返ってみて東どうだった最初初初戦戦がが一一番番大事での入り 富山第一大事だったけど、うん、まあうまく勝てて、まあ、やっぱり3回戦かな国見,国見が一番大変、まあ決勝は抜けてだから国見はもう九州のチームだからやりすぎててうんじゃあもうお互いがこう分かってる感じだそうそうそうだから一番難しかったゲーム的に分かってる相手同士だからでもまあ結果的に 2−0、うん、あそんなに難しくなく。 先生点取れたんで、もう先生点取れたらもう守備はあ硬いから、うん、いけるな。まあやっぱ東のさサッカーで後ろはさ、うん、金子千代畳寺手島がいてもガッチリしてるし、うん、であとはもう両ワイドだよね。両ワイドが足の速いのが。こ小ね。こが,こ,こが政治こう。<子> <laughs> あ強烈だよね強烈だったあの足の速さで真ん中に元がいてさもうボールそう宮原あ宮原もいたね僕と宮原いてで宮崎がいて宮崎がいてだからあの辺はボール持てるから持ってる間にサイドを走らせてだよねだからすげえ綺麗なサッカーしてたしもう完成されたチーム考えてみてもすごいチームだったね 今えると本当にありがたいことにチームメートに恵まれたなと、うんうん、これを振り返ると思ういや素晴らしいで提供の方をね見てもらいたいんですけども提供はこういう形でけど本当に比較的難しいパートにいたよねこれね、うん、まあいいチーム八千代にも羽生がいて、うん、藤枝東は石川がいて、うん、まあそれなり 千葉静岡ですからでもそこでやってても東しか見てなかったから奈良育英に足がスコアれそうになってアスカブなんかしかも4020で何かこうポンポンって勝ってきたからもう楽にいけんだろう的な雰囲気だったらほぼ守られた奈良育英に。 先生は奈良育英がまあ基本的にはもうずっと引いて守ってて義、うん、郎を覚えてるでしょ中村義郎ってね鹿島の同期入団なんだけどそいつもいてであとあ多分合ってると思うんだけど、うん、北本神戸の北本君が多分1年生で多分出てたと思うんだよね。でなぜか 俺ににマンマークついてたボラチなぜかねやっぱそこは抑えなきゃっていうところがあったんじゃない <laughs> ボランチにってるやんでそれに <laughs> でもねこれ1回戦2点取って <laughs>、うん、で2回戦も1点取ったからもう3点取ってたから得点をなっていうのもあってね<ー>あのまあ提供どちらかというと。 フォワードとかも金杉とかも能力高かったしそうそうそう基本的にはもう能力個人能力が高い選手が多くて、ね、でサッカーが下手な選手が多いから下手 <laughs> <laughs> だからもう技術じゃないのこっちはもうう本当走って走ってとかそういうサッカーをしてたからうそうだからそういうところの選手が多かったかったな結局雪のところはそういう差がう 出ちゃっったかなっていう感じだよ、ね、まあそんな形でこう選手権もね、うんうん、終わったんだけども俺らの代誰が一番うまかったモッサンやっててまあ選手権出てなくてもいいんだよねうん出てなくてもいいでも間違いなく小野新二でしょだよね小野新司、うん、実際に見たのは高校2年生の本当国体で、うん、千葉とやってた時かな にに初めて見た時にうんまいのは知ってたけど間近で見てめちゃくちゃうまかったし、うん、すっげえ楽しそうにサッカーやるしボールタッチ柔らかいし、うん、そうだよね、うん、あじゃあ対戦ってことはなかったんだ対戦は高校3年生の時のゼニオユスああそこか、うん、で対戦してまでは対戦したことなかった俺はインターハイの2年生の時の,のイ,ンイ,インターハイの 決勝ででと当たってうんそうで多分マンツーマンつけって言われてうん、うん、面白い <laughs> 何もできなかったねえマンツーマン、うん、マークしててマークしてて<ー>、うん、すごいなんかもう遊ばれた感じあ遊んでるように見えちゃうもんね <laughs> プレーもねそう一つ一つがそうまい、ね、じゃんう いやもちろん名前はもう中学生ぐらいからさ、うん、やっぱ静岡の天才みたいな感じで小野伸二っていう名前聞いてたけど、うん、実際こう一緒にやったことなかったし、うん、見たこともなかったしでやっぱみんなが言ってるだけでそこまでうまくないだろうマンツーマンやら取れるでしょうぐらいなって思ってたけど全然ダメだった <laughs> モスさんは東を選んだ理由とかは 東、まあ、僕お兄ちゃんがいて三、うんえっと、つ上に入れ替わりなんだけどそのお兄ちゃんが高校行くんだったら東がいいよってもう教えてくれてて、うん、でまあ選抜とか福岡の高校別の高校にいてお兄ちゃん、うん、で他の高校にいたのに東を進めるのそう二年生の時に高校あ中学2年生の時にはもう東高校行こうって決めてて、うん、もうその時からも 東のサッカー見に行ったりもしたし、うん、その目標、まあ、その時の目標は東有効に行ってレギュラー取るっていうのが目標でやってたねもう中2の時かなうんそしたらもう1年生から出ちゃってそうタイミングまあ本当にあそこのボランチワンボランチなんだけど、うん、ワンボランチやらせてもらったのもタイミングだし本当にそれはもうトラップ止める蹴るをしっかりやれる基礎になったのは もう本当その時かなと本当に東福岡にもう自分から行きたくて行ったから、うん、すごいいいところに行ったなと思いますけどね、うんまあ、俺って今日はあの小沼先生から直々、うん、にけどいたのはあれだよね鳥取だよね鳥取,鳥取にいる時に、まあ、中国選抜とかでに選ばれてて、うん、で全国大会出てでそこで優秀選手に入って。 っっててなるると、まあ、なんか自慢みたいに言ってるけどそれはすごいことなん、ね、それであの、うん、子ど先生から来ないかって、まあ、学校に電話がかかってきて来ないかって言われてで、まあ、正直あの提供でセレクションをやってるのでセレクション行ってもうその時にもう、まあ、セレクション受けなくていいって言われてたんだけど、うん、一応ちょっと実際どんな人たちがこう来てるかっていうのは。うん 不安だからで鳥取の田舎から向かうわけですから田舎がどうかはだからそうそれで提供のセレクションを受けてみたらあこれいけるなっていうよく考えたらだってそこに決まってる人はあんま来てなくてさみんなかりたいがためにみんなセレクションを受けて来てるのに俺はそのセレクションを見てあこれ余裕でいけるなってそりゃそうでしょって話。 今考えるとねそうなんだけどその時に思ってしまっても即決で「あもう提供いきます」って学校に実際行ってみて「やれるな」これはいけるとすぐやるまあまあけどよかったよねけどね提供でねきっと先生分よかったかどうかは置いといてねだから提供ってねすごいじゃんあの。 ブランド力というかあの黄色のね、うん、カナリア軍団って言われて、うん、入るまではすごい憧れだったけど入ったらまあまあ大変だからこんなに走るんだっていう<ー>中学から高校行く時にね受験とかしてるわけだから、うんうん、多少は体力落ちるじゃん、うん、そのための走りなんかなって最初は思ってたの。<laughs> 行、うん、ったら関係ないなっていう <laughs> 年がある年中ずーっと走ってるっていうだってコースもいっぱいあるんだよ、うん、ああ 1>, 1キロ<あ> 1>, 1キロ2キロ4十キロ6二十2 0うん。帝京って東京なんだけど戸田橋って埼玉まで,玉まで走って帰ってくるっていうコースとかマジでそれはちょっとその4キロも1周じゃないんだよ4キロを4周とか 募集とかそれすごいね、うん、けれそれはそれだけ体力あるわでしょ、うん、ま国見もだからね国見もたぬき山だっけ、うん、あるって聞くしあるって聞くけど提供だからもうそういうのをずっとやってたふん今はちょっとよくわからないけど朝練もやったことなかったからでしょ<そう> <laughs> 朝練も授業やってるんで、うん、もう朝練はできないから朝練もやったことないしすごいねまあけど、まあ、練習はもうしっかり やれててたと思ってるけどねけどそれ聞いてたら多分やる前に気持ち負けるかもしれない <laughs> から聞かない方がよかったかもしれない高校の時はまあそうだよねんかこうまあ僕らの時はやっぱもうさっき言ったみたいに朝練がないっていうのはまあ,あるあるだしまあ普通のチームではありえないよねうんその高校サッカーじゃ多分ありえないと思うしまああとは今はね 寮ができたんで県外から来れるけど、うん、僕らの時はまあ一人だけ佐賀から、うん、あの多分下宿してた子が一人だけいただけで、まあ、県内のチームだったのがそれで勝てたのはやっぱ誇りかなと福岡県の誇りかなと、まあ、か福岡県の選手だけであんなに選手が集まって強いってすごいよね、うん、こっちはもう全国から寄せ集めてあれだからね 提供あるある聞きます。提供あるあるちょっと怖いんで話せる範囲でちょっとお願いします。<laughs> 話せる範囲ですか。話せない。話せる範囲だとあの懐かしく話していいですか。あ懐かしくな話ちょっと聞かせて。あ懐かしちょっと待って夏に合宿あんの。はい。ないんですか。夏はもう試合に行ってるんであんまり合宿っていうかもうやったことがない。なプロみたいなこう合宿だけやるっていうのがあるの。合宿だけを。うん、もうだからテスト夏のテスト終われば、うん、そこからインターハイまでに。うん。 に行ってトレーニングするのみんなでみんなでトレーニングもうそれはもう全員でプロじゃんプロかどうかって言われればプロじゃないけどあのやることは変わんないすごいねとにかく走るあ合宿で合宿でとにかくもうまずはそのグランドが2面あんの上と下にあってレギュラーインターハイデル組は下 のいいところでやれる、うん、でそうじゃないのは上のグランドでひたすすら走るっていう、うん、<laughs> どんなすんのあのまあ普通に×ダッシュだなんだっていうのはあるし×、うん、バツダッシュってこう×バツに走って戻ってきて×で走ってっていうのを1時間やったりとかであと菅平でやってたから山の上でやっててで横にダボスっていう山,山があるの。うん でそこでもたまに練習があって、うん、ダッシュ練習っていうかダッシュうんだからもう走るしかない<ー>基本的に記憶的にはボールはボールは,ボールはゲームの時しか使わないで大体学年対抗っていうのがあって1年対2年1年で三3年も2年で三3年もあるんだけど<年>そこで、まあ、試合をやって負けたら5周負けたら5周で1点取られたら5周5周 負けたら10そうめっちゃ走るやんそうだからそので1年対まあ,まあ例えば3年でやって1年負けるじゃん、うん、その間にで今度2年対3年がやってる間に俺らはグランドを走ってるの、うん、10周走んないといけないからで大体どん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 それがたまっていくじゃんあの試合やってるうちに走れないからねそうでそれがたまっていくと夜とか うん、朝に走んななくちゃいけないけ朝5時6時から朝練だから5時に起きてグランドずーっと走ってそれをちゃんと数えに来る先輩もいるわけ、うん、3年生のマネージャー的な人がえ <laughs> <ー>そうだからもうとにかく走ってたねで合宿の中にはフルマラソンもあるしフルマラソンとか走ったことないんだよでしょ。でしょ 42. <laughs> まあ大体4 0キロぐらいう だからまあでもそんだけ走ってれば走れるでしょって思うじゃんでも山の上じゃんまず6キロ下るの五キロ上り下りあんのそう5キロ上ってあ違う10キロ下って6キロあ五5キロ上って6キロ下るのそしたらもう長野でやってんだけどさ群馬まで行っちゃうのたぎ好きね東京から埼玉とかでまた帰ってくる最後10キロ上るのその道を帰ってくるからねそう それが合宿最終日にあったりとかだからもうなんか走ることばっかなんかその1 0ロ六6ロとか覚えてる時点でもう体に染み込んでるでしょすごいだけだったらいいじゃんだからもう癒しの場って寝るか食べるかの時でしょだご飯も地獄なの大体一人っ子おひつみたいなのがあってさ茶わんじゃなくて茶うんじゃなくておひつであっおひつねご飯が入ってるやつそう あれを大体みんなな食わなくちゃいいけないからああ1個1人ぐってだからなんだろうね飯も地獄だったから飯じっつってたんだけど <laughs> <laughs> 当時はねそういうのあんだねみんなの中でそういうのねメンタルだけ鍛えられたなっていう提供の3年間 <laughs> あるあるこれみんな結構提供あるあるだ、うん、なのこれをね乗り越えられると、うん なんか人生全部いけそうな気する。まあ、卒業すると。そうだろうね。それがくっついてくるんだね。そう。提供卒業なんとなく。そうすると。人生こう、何でも我慢できるやつが。くっついてくるな。やっぱり理不尽って、いろんなところにあるじゃん。うん。それは乗り越えられるかなっていう。気はする。うん。そういうなんか社会に出ていくために、こう、揉まれた感じ。すげえ深い話になって。るってことでね。ま最後。 あの選手権ねこれから始まるわけだからまあアドバイスじゃないけどまあそうだねあの悔いなくやってほしいなとは思うよねやっぱ3年間やっぱ選手権のためにこうやっぱいいことも悪いこともね全部こうやってきてまあこっちは悪いことばっかだったやってきてるわけだからやっぱその選手権で最後ね 全部を出しし切って欲しいなとは、うん、僕も本当にそう思うし、まあ、悔いがないようにやってほしいし、まあ、本当に東も出るんで <laughs> まあ本当に、まあ、本当優勝してほしいなと思うし、うん、悔いのないように頑張ってほしいなと思います。優勝したら 本山先輩から優勝したら何でもやってあげたいですね何で <laughs> 何がいい <laughs> 何がいい何がいいんだろうね今の高校生ねそう何がいいんだろう部員がえそれは25人それとも300人ぐらいにいや全員でしょ300人それはもう優勝した時は優勝,だけ優勝した時でしょ優勝した時優勝も何かやってあげたいなと思百300人にだって焼肉とかだと結構高いよ <laughs> そうっすね 全然それでもみんなが喜ぶなら優勝には変えられないものなのでそうだねぜひじゃ東の人はねこれを見て何かします考えて元山先輩のところ元山先輩のところにねぜひ柏先生のところにや山先輩にこうしてほしいですっていうのを言ってもらってお願いします何でもします言っちゃった大丈夫大丈夫